さあ2アウト満塁でここで来ました。松本さん今日はピンチデーで、はい、本当に満塁でこのピンチのバッターボックスが多く、ね、で今日1本出てないんですよ、ここで出せるかどうかですよね。銀次で自らのバットで試合を決めることができるか。9回の裏ツーアウト満塁、バッターボックスは銀次。初球打ちはライトへ、サヨナラヒットになった。なんという男だ、銀次デーに銀次が決めた。今日は9回決着がつきました。4対3イーグルスサヨナラ勝ち。いやー松本さん初球でしたね、もう決めるとしたら本当ね初球しかないなと私も思ってたんですけど、はい、見事に決めましたねこれね、佐藤達也から初球銀次サヨナラヒット、ここで銀次が決めました。そしてどうしたの楽天ファン全員がこの銀次ボードを掲げます。いやここで決めるのもそうですけど回ってくる方も ね、そうなんですね。今日なかなかないことを3回目ですよ、はい、こういうチャンスね、はい、そして、まあ、3度目の正直で、はい、この9回で銀次が決めました。これ何か持ってるの一言で片付けてはいけないような、いやそれくらい ね精神力が強いんですよ、まあ、打つ方も打つ方ですけど、はい、まあ、こうやってまたサヨナラのチャンスで巡ってくるというのもこれは持ってるんでしょうね。そうですね、運を持ってるんですね。そうなんでしょうね、はい、